ここで死んだらマジでダサいわ。さあ、いけ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 、くらえ。あるぅ、ダダナくん、ミスが重なって死んでんだよ、さっきから。何をしろお前は。は、で、あいつマジで、あいつぶん殴りたい、顔。うわー、いるわ。俺の親指がちぎれようとも、こいつを引きずり下ろす。しゃあ、完璧クリアで、こっち行きたいところなんだけど、最初のね、この遭難地点にも全種類のピクミンが集まってからしか取れないパーツがあるので、それを取っていきたい。まあ、ここは主にピクミンがもう全員死んじゃったりした時のあれだね、救済措置エリアみたいな感じだから。正味青、全員青でいいな。で、ここはね、真珠っていう最高のね、ピクミンを増やすね、アイテムを持ってる敵がいて、そいつらのうちの一体が、ちょっとね、パーツを持ってるから、で、こいつは、あれだよね、虫をさ、食べるさ、食虫植物いるじゃん。それみたいな感じで、こう、ピクミンを捕食しようとしてくんだよね。ここで死んだらマジでダサいわ。オッケー。あ、これってさ、ちょっと待って。爆弾、あの新人ぶん投げたらどうなんだろう。めっちゃ削れるのかな。事故んなよ。ここで死んだらマジでダサいわ。オッケー、素晴らしい。めっちゃ増えたな。さあ、ここ行こっかな。あれ、ドドロってさ、何日までだっけ。15日までか。じゃあここ取って大水源で3日ぐらいかけて、もうラスボスバーン終わりでいいか。ここに一応中ボス的ポジションのやつがいるんだけど、この短いタイミングでピクミンを投げ入れないといけないと。オッケー、いった。フリーって言うけど全然大丈夫だからね。さあ、いけ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 、くらえ、くらえ尽くせ。あれ、全然イージーじゃん。頼んます。オッケー、準備万端。いいっすね。いや、気持ちいいなこれ。大水拳あるんで、この卵の中に、このピクミンは最強の敵が封印されています。来た！はーい、来ました、ドドロです。まあね、こいつを見る前にクリアしたって人も多分いっぱいいるんじゃないかな。あれ？大水源、初めて来たけど、なんだこの白いのつってね、ずーっと見てたら、いきなり生まれ出るっていう、これもうホラーだよ、ただの。これではめれたはずだよね。オッケー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 、これ多分すごいぞ。ドドロくん、かわいいね。はい、おやすみ。なんかモーションもすげえ力入ってるよねこいつ。うわうわ、飛び出し注意。え？ああ、そこなんだ。あ、ここただの、あれか。青ピクミンで投げていけるんか。あ、でもその位置だったら大丈夫かも。はい、ありがとうございました。はい、溺れたね。頭が違ってきた。あれ、俺大水源の、ダの字も言ってねえぞ。だじゃねえ、たもない。点々をつけるまでもない、たで、たの文字すらねえよ。何してんだ、俺。あ、待って、それやばくね？大丈夫？それ持てる？こういうね、
こういうなんかちっちゃいところを気にしないといけないとね、神経がすり減らされる。こいつ自体はね、別に特に苦戦することもないんだけど、なんか変なミスが重なって死んでんだよ、さっきから。何をしろ、お前は。お前、カエルが発作起こしてた、今。なんだ？こいつを避けてね、クリアしてもね、なんか麦瀬縛りとはなんかならん気がする。こいつを戦ってこその麦瀬だろ。オッケー、パターン入った。お疲れ様でした。でかいでかいでかい。こんな単純な方法で、お亡くなりかね。いいね、カエルはね。いや、やっぱでも初見の時のさ、カエルはさ、やべえ、どんどんピクミン死んでる。うわーって感じだったけど、慣れると、一番処理楽かも。多分着地の時にさ、こう、ピクミンが振り払われて、花になったりしなければ。オッケーオッケーオッケー。まあ、ドドロを倒したから、全然オッケー。さあ、どうしよっかな。あのパーツ回収しようとするなら、クマチャッピーを倒さないといけない。はいはいはい、はい、はけはけ、はけはけ、はけはけ。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お眠りになりなさい。はい、てれててってれー。そうやってな、他人を見てな、行動してたらな、いつまでたってもお前はピクミンの中でも成長できないぞ。他人を見て行動するのは、あ？は？で、青50だからパーツ回収させてだな。あー、やる気なくすわー。投げていける。うん、腕がちぎれちまうぜ。お、びっくりした。やっぱ敵キャラの前でこけてるよな、ピクミン。なんなんだこれは一体。死を誘ってきている。死神がいるぞ、このピクミン界には。待って、さっき100匹だったのになんで82になったの。死んだ？違うよね。ね、あいつやばい。ね、あいつマジで、あ、あいつぶん殴りたい顔。ねえ。ねえ、どこまで連れてってんのそれ。おー、やばいってお前。やっちゃいかんことがあるよ。あ、終わった、死んだ。はい。そこさっきさ、捕食モーション入らなかったじゃん。あー、いかんそれ。もう。俺的にはね、こうやってね、草むしりを始めたやつらがね、勝手に死ぬ未来が見えたけど、なんとかなったな、それでいいや。あれ、これパーツ1個取った？ 1 個だけか。まあ、いやいやいや。オッケー。うまくないか。いや、東大医学部うまくないか。いいっすね。あー、いいね、完璧。あれ、ノーミスでこのままいけちゃうのでは、ラスボスまで。オッケー、完璧。あらあらあら、素晴らしい位置じゃないですか。大水源のこの BGM なんかさ、心癒されるっていうか、なんかすごい透き通るよね。足速っ。あ、くわー、なんでそんなことするの。頼むよ。オッケー、数の暴力。全然、あと、2週間以上ここに入れるぞ。バカンスできる、バカンス。さあ、来たね。ピクミンは最後の地にして、
ピクミン2最後のエリアでもある最後の試練。あーいるわ、あれです、あの緑の塊がボスです、ラスボスですね。せーの、ほい。あー、オッケー、すりさらせ。いいぞいいぞいいぞ。うわ、結構削れない。ひっ、え、なんでなんで今投げなかったこいつら。バカたれー。なんで投げないの。あれ、あー、わかんないわ。爆弾食わせようにもうまくいかないんだよ。オッケー、まずね、まずはまずは俺の親指がちぎれようとも、こいつを引きずり下ろす。あ、ジャンプ、ジャンピング、ジャンピング。危ない。これジャンピングが始まるとね、さっきの下ベロ攻撃がね、どのタイミングでやってくるか分かんなくなっちゃうんでね。あ、今だったか。あー、ジャンピングだ、それ。あー、もったいね。もう行っちゃう、行っちゃう、行っちゃう、行っちゃうぜ。このまま行けるだろ。行ってくれ。よっしゃー、来たー、ざまみろ。やべえ、興奮で下ベロが回らん。こいつすげえよな、最後のパーツだからっつってさ、だからもう船のその心臓部なのかなって思わせておいたら、全然そんなことなかった。まさかの自分のそのへそくりが入った金庫を最後に取りに行くっていう。聞いたー。てげてげてん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 。うわー、スクショしいよ。いや、素晴らしい。この画面だけでご飯はもう688杯いけるね。2とかやっぱりそれこそ AI とかがちゃんとしてて、あのこけるモーションとかね、ああよくわからないのがなくなってるから本当に遊びやすくなってる2は。で3は3で本当に遊びやすくなりすぎちゃって、逆になんかシリーズで一番簡単って言われちゃったんだけど、まあそういうゲーム性とかうんぬん加味して、やっぱり一番難しいのはあれかな、この初代かなって思うね。うん。はい、ということで、ピクミン麦製チャレンジ達成でございます。この画面やっぱ改めて見たらすごいな。はい、ということで今回で一応ピクミン攻略って感じだけど、まあ一応チャレンジモードはね、次回やりたいと思いますので、よかったら見に来てください。バイバーイ。